日本で肥満に関連する薬が2つ登場しました。一つが医師の処方箋が必要な肥満生薬ノボノルディスクのウゴービ、こちらが発売から1ヶ月経ちました。そして条件はありますが、薬局などで購入できる大正製薬のアライです。アライは4月に発売されます。この2つどういう違いがあるのでしょうか、高田さん。はい、これ、同じ肥満という名前がついているんですけど、2つとも実は違う仕組みの薬でですね、このウオビという薬の方は、人間 の、血糖値を下げるというホルモンの作用をするお薬になります。で、大正製薬のこのアライの方はですね、これは体の中に吸収される脂肪を抑えるということで、肥満を抑える薬もしくは予防する薬という形になるので、厳密に言うと少し違いがあるというような形になると思います。これ今まではこのような薬というのは厳密に言って本当になかった、肥満症という病気に対する薬というのは、現時点では日本では販売、処方されていないというのが現状です。池田さん、これ結構ダイエット目的とかで痩せ薬としてこう求めたいという人も正直こう増えてしまうと思うんですけれども、こう薬局などでこう簡単に手に入ってしまう場合とかってこれ大丈夫なんですか。そうですね、そういう懸念があるかと思いますが、まずこのアライというその薬局で手に入る薬の方は、3ヶ月以上ですね、生活習慣の改善の取り組みをしたということをきちっと薬剤師が確認の上で、初めて購入できるということなので、そういったその目的外ですね、ダイエット目的での、利用ということで手に入れることはそんなたやすいことではないというふうに思いますね。一方、その、処方薬の方のですね、ウオビの方ですけれども、こちらは実は同じ成分のお薬、糖尿病のお薬としてすでに発売されたんですが、これが実はアメリカではですね、美容目的で結構使用されていたという、その使用が横行していたという問題もあり、日本でもそういったことが一番あったんじゃないかというようなことのですね、報道もありました。そこでこの新しく出るウオビに対してはですね、この専門医でなければ処方できないとか、非常にこう厳しい条件を満たした形でのですね、処方ということになりますので、そういった懸念は、問題ないのかなというふうに思っております。そもそも論なんですけども、高さんご説明いただきたいんですが、こっちは肥満症治療薬、これは治療、病気を治療する薬だと。で、こっちは肥満予防薬、先ほどのビデオでも なんとなくこうお腹の太い人用の薬みたいにちょっと軽めに宣伝してたような印象もあるんですが、これはだいぶ違うんですね、これは。そうですね、厳密に言うと肥満症という病気と、あと肥満という状態を改善するという部分での違いがあると思います。それはどう違うんですか。肥満症というのはこちらの図にも書いてあるんですけど、いろんな条件があって、BMI と言われている指標がある一定以上の水準であったりとかですね、さらにこれに対して病気を併発している、糖尿病であったり高脂血症であったり、そういった病気を併発しているという状態を肥満症と言います、で、この肥満というのはですね、ある程度 この内臓脂肪がある程度あって、この BMI が高い人たちという状態のことを指すので、病気という形では肥満はないというような形になるので、肥満症と肥満というのは違いがあると思います。池田さん、これ今回このウゴービはそのうち病気の方のための薬ということなんですが、その判断基準がですね、結局この BMI というこの、体重と身長で求められる値で区別しちゃうと、これなんとなく間が曖昧なような気もするんですけど、その辺いかがなんですか。そうですね、今もご説明ありましたが、肥満というのはいわゆる太っているという状態なんですね、で、BMI という基準で日本だと25、WHO という世界の基準だと30というところが、肥満かどうかのですね、境界になっております。ただですね、この肥満というだけでこの、ウゴービという薬を使うことはできないんですね。肥満に伴って何らかの肥満と関連した健康障害、いわゆる健康を脅かすような合併症があるとか、そのリスクが高いということが確認されて初めてですね、治療の対象ということになりますので、そういう意味では実は肥満と肥満症、言葉はとても似てるんですが、病態としてはこれはもう区別して使う薬も別々ということになります。これ例えばそのアライの方は肥満症になる前段階っていうイメージなんですか。はい、おっしゃる通りです。で、先ほどその合併症とか他の要素もないと使えないという決まりになって、これはもう処方する医師の方が厳密にそこら辺はこうガイドラインがあって、
こういう条件を満たさないと処方できませんよと、そこはもう厳密に守られることはもうほぼ確実、はい、国の方で最適使用推進ガイドラインと出しておりまして、はい、細かくですね、こう患者さん、どういう患者さんに使えるという患者さんの基準、はい、そしてどういう医師が処方できると、例えば専門医でこういう資格が必要だとか、こういう医療機関でないとダメというようなです、ね、非常にこう厳格な基準がもうすでに作られておりまして、少なくとも保険診療で使う場面ではですね、はい、その部分は守られるというふうに思います。保険診療ではね、なるほど。あと高田さん、先ほどその、もう一つ の洗いですね、これも薬局で条件付きだっておっしゃいましたけども、はい、努力を 何週間もやってきたと、はい、これは本当に守られそうなんですか？これに関して言うと、まあ、まず間違いなく守られるだろうというふうに思われます。かなりこのメーカー側がですね、販売にするにあたってかなり慎重というかですね、まあ、販売条件をつけているということを、うん、事前に設定として設けているので、まあ、すいません、この薬もらえませんかというふうに薬局に行ったからといってすぐに売ってくれるということはまずないというふうに言えると思います。さあ、肥満症薬ウゴービーですが、需要予測では1人当たり年間最大でおよそ60万円、予測されている投与患者数は10万人、予想販売金額は328億円、この規模感については高田さん、どうお考えですか？はい、まあ、肥満症と言われていると、まあ、予備軍も含めてたくさんいるようなイメージがあるんですけど、まあ、この薬の対象となるというのはやはり他の病気を、まあ、合併症として持っているということなので、まあ、例えば糖尿病があったりとか、まあ、血圧、高血圧というふうに診断された人などのですね、まあ、いろいろな条件があるので、まあ、それほど多くないんだろうというふうに見られているので、まあ、この数字というのはおそらく、まあ、もちろん増える可能性はあるんですが、まあ、適切ではないかというふうに見ております。これまあ日本人には比較的、まあ、アメリカ人に比べると取った人が少ないということもあるんですかね？まあ、食生活も含めてですし、まあ、やっぱりアメリカとは日本は環境が違うということが言えると思います。池田さん、この薬をですね、保険適用の薬として認めるというのは、これは正当な判断だという見ていいんですか？そうですね、はい、実は肥満というのは例えば食べ過ぎとか運動不足とかという、はい、まあ、自己責任というふうに、ね、捉える方も多いと思うんですけども、うん、実際にはですね、そればっかりじゃなくて個人の努力とは無関係な部分もありまして、うん、まあ、例えば遺伝であるとかですね、はい、あるいはいろんな環境の要因、例えば今車社会になりましたんでなかなか歩かないとか、仕事のストレスとか、まあ、そういったですね、社会的な環境というのも非常にですね、肥満にはこう影響しているんですね、うん、まあ、またですね、肥満に合併するその、疾患ですね、先ほど健康障害、まあ、こういったものをやはり改善することによって、まあ、将来ですね、より重篤な合併症などを防ぐこともできますので、これはやはりこう治療として公的医療保険で給付すべきものじゃないかというふうに思います、うんうん、高田さん、それでこのウゴービというのはこれ GLP-1 とかいうものが絡んでて、これ結構話題ですよね、はい、そうですね、はい、今世界の製薬会社が開発しているんですけど、もともとは、まあ、糖尿病の治療薬として開発された薬なんですけど、はい、やっぱり体重の減少効果がありますよっていうような話があったりとかですね、あ、まあ、いろんな他にも効果があるだろうということで、うん、まあ、臨床試験を、まあ、例えば、まあ、肥満という部分での臨床試験とか、高脂血症、高血圧って言われた他の病気でも効果がないかっていうのを臨床試験で確かめて、まあ、実際に効果が出たということがあるので、今多分世界の製薬大手っていうのが、まあ、こぞってこの GLP-1 っていうものを対象とした、まあ、治療薬の開発を急いでいるというような状況になります。糖尿病も増えてるし肥満も増えてるからということですかね、まあ、端的に言うとやっぱりすごくいろんな疾患に使える可能性があるということなので、まあ、対象が広いし当然患者数も広くなるということで、まあ、非常に収益化につながる薬だというふうに見ていると思います。これ現場の医師の方からの需要みたいなものも高いんですか？やはり自分たちの患者さんの中で、まあ、例えばいろんな病気を合併症として持ってらっしゃる方に処方する意味では、やっぱりお医者さんとしては、うん、まあ、非常に処方しやすい、もしくは使ってもらいたい薬になる可能性はあるというふうに思っております。うん、この肥満症薬は市場拡大を続けて30年に11兆円市場になると、これ世界全体でですねと言われてる、まあ、これは競争開発、開発競争が加熱するのも当たり前かなと思うんですけども、これががん治療薬に続く成長分野であるということなんですね。池田さん、これ肥満というのは世界的には、まあ、日本でもそうだけれども世界的にも課題になっていると
そういう分野であるというそういう認識でいいんですね。はい、おっしゃる通りで、日本はまだですね、肥満率が低い方の国でございまして、もう世界的にはですね、日本の基準でいうBMI25 を超える方が2035年にはもう半数、過半数になるだろうという推計もございます。またその場合のですね、経済的な損失というのもですね、650兆円というふうに非常にこう大きなですね、もちろん、肥満によって派生するですね、病気の治療費もございますし、また肥満のためにですね、仕事を休んだり、あるいは不幸にして早く亡くなられたりということでのいわゆる生産性損失ですね、こういったものを全部加味しますと本当に莫大な金額になるというふうに推計されております。ただ薬にはお金がかかるわけで、高田さん、アメリカではあれですね、民間の保険会社がこの、保険金の支払いでに悩んでると、そういう現象も起きてるんですね、これ。はい、やはり日本と比べるとアメリカっていうのは非常にこの肥満症と言われている人の割合が高くてですね、だいたい4割ぐらいというふうにも言われています。やはり食生活の問題、ものすごい量の食事をする、もしくは運動が不足しているとかですね、そういった環境があるということも含めて、やはり患者数が多いで、当然それに対して使える薬もあるとなれば、やっぱり使ってしまうので、保険会社に負担をかけている、保険会社としては非常に苦しいという形にもなるのではないかなと思います。